ワンダースクールの皆さん、こんにちは。オンラインプログラミングスクールテックアカデミーの樋口貴博です。皆さん、プログラミング教育という言葉を聞いたことがありますか？実は2020年に小学校で必修化されると発表されたことで、今とても注目されています。まずはプログラミング教育の大切さを学ぶ前に、プログラミングという言葉の意味をお話しします。プログラミングとは、例えば学校で運動会が行われるとき、種目の順序が書かれた日程表を見たことがあると思います。このあらかじめやることの順序が書かれたものをプログラムと呼びます。そしてこの運動会の日程表を作る作業をプログラミングと言います。つまりプログラミングというのは、物事を順序立てて考えることです。では一体プログラミング教育とは何なのか、そして何を準備したらいいのでしょうか。さまざまな疑問や不安を抱えている人は多いと思います。このプログラミング教育というのは、プログラミングの作業のように、やるべきことを順序立てて考える力や、物事の仕組みを理解する力、そして問題を解決する力などを養うことが目的です。こうした考え方をプログラミング的思考と言います。プログラミング的思考は、将来勉強やスポーツ、料理、仕事など、あらゆる分野で重要となる考え方で、時代を超えて普遍的に求められる力になります。皆さんもこれからワンダースクールプログラミング部でプログラミング的思考を楽しみながら身につけていきましょう。